どいつからやるんだ。やはり孫悟空、お前からやるのか。ああ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。じゃないな。やめやめ。頑張ってください。頑張って。準備運動はこれぐらいでいいだろう。孫悟空か。さすがに戦い慣れている。他の奴らとは一味も二味も違う。こいつは想像以上に強いようだ。ほんのちょっとでも気を抜くとあっという間にやられちまうぞ。悟空さんの目つきが変わった。いいぞ孫悟空、戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。ああ、オラもそう思う。ものすごいスピードですね、ミスターサタン。まあかな。テッス行くぞ。さっきまでの伊勢は…やめろ。そんなにパワーを上げた状態でカメハメハを。カメハメ、パワー行くぞ。遅い。これだけは言っておく。私は地球を破壊することなど何とも思っていない。ただ楽しみが減ってしまう。それだけだ。まだやりますよ。どうだ。大丈夫ですよね。では帰った方がいい。邪魔だ。そういうわけにはいきませんよね。この後ミスターサタンが戦うんですからね。ああ当たり前だよ。だけどもうちょっと離れて見学しようか。ハメハメ。お前の本来の実力を出せば勝てるはず。そんな程度じゃがっかりだぞ。忠告しておくが、同じ手は二度と通用せんぞ。無駄な攻撃で体力を減らして、つまらん戦いにだけはするな。勝てるわ。さてと、
そろそろ殺してしまうか。あるな。オラの想像以上だ。カメハメ。よろしく。勝てる。このまま行けば勝てる。そう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 。いやあ。いいぞ。行けるぞ。あ、デルパン。くっ。思いのほかダメージは大きかったぞ。参った。降参だ。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦う奴がいなくなったわけじゃねえだろう。今度の試合で多分セルゲームは終わる。おめえの出番だぞ、ご飯。カレーご飯、平和な世の中を取り返してやるんだ。わかりました。やってみます。反省しろ、孫悟空。お前の見当違いのせいで息子は死ぬのだ。そんな。そら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 。早い。敵の全部を脱出するんだ。火を奮い立たせるんだ。真の実力を見せてみ。悟空、貴様の責任だ。完全に貴様の読みが甘かった。慌てるな、ピッコロ。ご飯の気は全然減ってねえだろう。ああ、やめんな。真の実見破れるかな。そんな。逃げ切れませんぞ。どうしよう。押されている。真の実力を見せてみろ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも、お父さんみたいに戦ったりするの好きじゃないんだ。貴様が戦いを好きじゃないのはよくわかった。だが私を殺したくないという意味がよくわからないんだがね。僕にはだんだんわかってきたんだ。父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。これはどうだ。あっ
逃げ切れはせんぞ。ズオ、踏ん張れ、踏ん張るんだ。見破れるかな。何か見破れるかな。でもスピードだ。はっ、やめろ。真の実力を見せてみろ。腐りきる、まずいぞ。カメカメ、はぁ、逃げ切れはせんぞ。ズオ、さあ怒れ。怒って真の力を見せてみろ。さあどうした、痛いだろ、怒れ。嫌だろ、このまま死ぬのは。見破れるかな。差が大きすぎて戦いがつまらんな。そう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 、強情なやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前らの仲間たちに相談してみることにするか。